さあそれでは今日のゲーム振り返ってまいりましょう。準備 OK です。ハイライト、今日はこのゲームの前に優勝ペナントの授与などが行われました。そしてその後全員が揃って記念撮影がドーム中央京セラドーム大阪マウンド付近で行われました。その後行われた第1戦、まず1回の表、山本中15日ワンアウトランナー二塁、得点圏にランナーを背負いましたが中村空振り三振、レアード見逃し三振でした。ピンチを脱出。一方のマリンズ石川、1回の裏ツーアウトランナー一塁二塁、迎えるバッター T 岡田、ライトへ先制の当たり、宗が三塁回ってホームに帰る1対0。2回の表ノーアウトランナー1塁、この回も先頭バッターを出すマリンズ、しかしここは山口空振り三振でランナーも盗塁失敗。この辺がちょっと唯一危ないところでしたかね。そうですね、三振ゲッツで助かりましたね。本当ですね。その後は岡をサードゴロに打ち取ります。3回の裏、今日復帰3番 DH スタメン起用の吉田正尚、センターにヒットを飛ばします。復帰後初安打、後続はありませんでした。3回もオリックス無得点です。5回の表先頭バッター岡、この辺から山本ぐんぐん調子を上げてきます。岡空振り三振、藤岡ファーストゴロ、続く加藤、ただ5イニングパーフェクトなんですね。そうなんですよね。5回から、4回まで毎回ランナー、5回から変わりましたね。5回の裏、大きなチャンスはオリックス、2アウト満塁と石川を攻め立てます。杉本、ここで1本欲しかったですね。ちょっと打ち込んでましたね、力入ったと思います。いやそんな表情してました杉本、悔しそうでした。石川耐えました。6回の裏、ワンアウトランナーなし、ラベロが右中間を割ります。なんかこの新エースやってくれそうな感じがありませんか。非常にタイミングが取り方うまいですね、はい、いい打球が多かったですね。そうですよね。しかしワンアウト二塁でこの私のショートゴロ、エチェバリアのスーパープレーです。これはやばいです。これはちょっと本当にすごすぎます。すごすぎますよね、紅林はレフト後方へのフライ、ランナー二塁に残塁。6回の裏無得点でしたオリックスバファローズです。7回表ワンアウトランナーなし、エチバリア、サードゴロ、宗が微妙な判定でしたが一塁アウト、リクエストの後判定覆らず。ツーアウトから山口はショートゴロでした。7回も三者凡退。9回の表ツーアウトランナーなし、中村が粘りますが、その前に拍手が、大きな拍手が起こっていました京セラドーム大阪。それを背に受けて山本、最後のバッター中村はセンター後方のフライ、一瞬ヒヤッとしましたけどね。そうですね、少し差し込んでるんでしょうね、まだ力もありましたね。ラストバッター、最後のバッター中村センターフライ、3アウト試合終了、1対0オリックスバファローズ、先発山本完封勝利で第1戦を制しました。